はい、こんにちは。ワッチャンの前原です。今日は紅茶と紅茶ですね。仮面ライダージオのデラックス機械ミライドウォッチとガイム極みアームズライドウォッチです。ということでこちらがですね、機械編登場する仮面ライダー機械のミライドウォッチだね、うん。このパッケージ見る限りフューチャリング機械すごくかっこいいんだよね。うん、オーズのね。そしてこちらがガイムの極みアームズライドウォッチだね。うん、ガイムの最終フォームだね。うん、じゃあ早速開けてみましょう。はい、まずこちらが機械ミライドウォッチですね、うん、すごいね、これね、ここが蛍光イエローだね、すごい、めちゃめちゃ派手なんだけど、うん、これ相変わらず観音開きになってまして、一旦ここをね、開けて絶縁シート取りましょう。はい、よいしょ。おお、ちょっとおとなしめ、うん、鋼のボディに熱いハート。そうだね、うん、じゃあもう一回行ってみましょう、これが仮面ライダー機械の変身音だね、うん、はい、ではビヨンドライバーで聞いてみましょう。ビヨンドライバでかい破壊豪快だった。世界破壊豪快、でかい破壊豪快か、すげえ、世界じゃないか、うん、なるほどね。じゃあ必殺技いきましょう、うん、フルメタルブレーカー、硬そうだね、うん、硬そうだ。はい、続いてこちらがガイム極みアームズライドウォッチですね、うん、これまでの最終フォームに比べるとこのクリアパーツではないんだね今回ね。そうだね、ホワイトとシルバーで、ホワイトの方には若干ラメが入ってるかなって感じですね、うん、ちょっと今までのやつと比べるとゴージャス感ないな、うん、2013と相変わらず入ってます、はい、じゃあ絶対シフト取りましょう、うん、じゃあ鳴らしてみましょう、はい、降臨って言ったのかな、うん、はい、じゃあ時空ドライバーで聞いてみましょう、時空ドライバフルーツバスケットってきたか。おー、極みアームズじゃないんだ大将軍ってくるかと思ったらフルーツバスケットってきたか、うん、一応戦国ドライバーのやつ聞いてみようか、うん、ここだね、うん、ちょっとこの勝ち時の音がちっちゃいんで、うん、あの大大ってなってなかったけど、うん、大大ってなっちゃったけど、うん、一応こんな感じだったんだな、うん、極みアームズのね、うん、音声はね、だね、うん、じゃあ必殺技やってみましょう、禁断のって言ったね、禁断のこれも違くね、違うね、
禁断の禁断の果実から取ってきて。そうだね、うん、そういうことだね、うん、じゃあ戦国ドライバーでの必殺技音声こんな感じ、うん、あ、そうだよ、だから極みでよかったんだよ、極みたいぐらいで、そう、極みでよかったんだよ、こっちだね。はい、ということで今回は仮面ライダージオのデラックス機械未来ドウォッチとデラックス外部極みを持つライドウォッチでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方ぜひ高評価チャンネル登録そしてコメントいただけると大変嬉しいですね。そして今回のおすすめ動画はいつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。